え、マイクラって何年からできてるペコなんだっけ。これって何年発売のものなんだ。これもう長いよね、めちゃめちゃ。しかも今も人気ナンバーワンペコじゃないの。これずっと愛されてるペコだよね。2011年、わ、10年、あ、ちょうど10年前ペコなんだ。しかもまだまだアップデート、え、なんだっけ、今年の春、あ、じゃあ夏か、夏ぐらいにまたアップデートあるペコだよね。夏だっけ、秋くらいだっけな。なんかさ、今度アップデートでさ、ウーパールーパー来るっしょ。ウーパールーパー、あとなんか音でなんか攻撃してくるやつとかも来るペコでしょ。もう楽しみで仕方ないよね、アップデートがさらなる。え、しかもなんか回路とかもちょっと楽になるかもしれないみたいな。音の信号でなんかピューンって飛ばせてなんかやるやつもあるみたいな。そうそう、もうすごい楽しみ。今からいつぐらい、いやね、捕まえてウーパールーパー戦わせて大会しようよみんな無限回路ができる、うわー、ペコーラ。それまでには回路ちゃんと覚えとかないとな。ねえ、楽しみ、マジで。夏か、え、もうちょっとじゃん。夏 ?7 月とかって夏だよね。あと3、4ヶ月したらアップデート来るか、楽しみ。いや、もうアップデート毎回ワクワクだよ。だってさ、ホロサバって結構アップデートが遅かったペコじゃん。でもそれでもやっぱり楽しみだったかんね、そのネザーの新しいやつとか。そう、アップデートがホロサバすごい遅くて、でも来た時はもう嬉しかったからね。でも今度はもうあれペコじゃない、もうすぐ来んじゃないの。アップデートできて、このホロサバもできてるってことは、夏が楽しみですと。ペコアナはウサギの顔の使い、え、嘘、ウサギの顔の使い道も変えんの、え、何になんの。ウサギの顔は巾着袋、あ、なんかペコのそれさ、動画で見たかも。なんか持ち運べる、なんかどう、なんか袋みたいなのかみたいな。でもチェストみたいなやつペコなんだよね。手持ち袋になるってこと、かわいそう。ウサギさ、皮取られて袋にされるってどういう気持ちペコな、かわいそうじゃない、かわいそうだよ、泣いちゃうよ。